中国海警局の4隻のうち1隻が76ミリ砲を乗せていたことが分かりました中国海軍の艦艇と同じ水準の能力を持った軍事用の大型機関砲でこれまで接続水域に入った海警局の船に搭載された砲の中で最も大きいとみられています